ヌーンデーガン北緯22度16分57.2秒、時計114度11分1.70秒、北緯22.282556度時計114.1838056度、22.282556 11、114.1838056ヌーンデーガンは、香港の香港島、ドラワンの避難港の近くの小さく柵で囲まれた土地に、据えられた。 以前の海軍法である。法は1860年代以来、この地域に据えられている。元々の位置は東角であったが、そこは香港島の北側の埋め立てのために、はるか以前に消滅した。その伝統は、東角に主要な倉庫と事務所を置いていたジャーディン・マセソンが、航海によって到着した大物を歓迎するための霊法を施設軍に打たせていた。 1860年代のある事件に起源を持つと考えられる。イギリス海軍はそのような例は政府交換と軍の上級将校のためのみに保留されるべきだと考えた。食材としてジャーディン・マセソンは自砲の役を果たすため、それ以来正午に大砲を撃つことを要求された。1941年、日本陸軍が香港を占領し、砲を除去した。 再び、イギリス領となった1945年、イギリス海軍が他の大砲をジャーディン・マセソンに与え、その結果ヌーンデーガンの伝統を継続することができた。1947年7月1日、ヌーンデーガンは再開された。現在の大砲は、第一次世界大戦のユトランド沖海戦で実戦に使用されたホッチキス3ンポンド砲である。ヌーンデーガンの看板。 ジャーディン・マセソンへの言及がなされている。1997年にイギリスの香港支配は終わったが、ヌーンデーガンの伝統はジャーディン・マセソンによって永続的に維持されている。この毎日の行事のために大抵小さな人だかりができる。正午を除くと、他には大晦日の真夜中にのみ、この大砲は火を吹く。ヌーンデーガンを見るためには、 大砲の設置された敷地へと進まなければならない。そこへ行くための最も容易な経路は、エクセルシオールホテルの地下駐車場から道路下のトンネルを通るものである。標識が貧弱なので、もし見つけられなければ、ホテルの受付で尋ねると良い。エクセルシオールホテルは、マンダリンオリエンタルホテルグループの所有であり、このホテルグループは、ジャーディン・マセソングループの一員である。行事の時、 制服を着たジャーディン・マセソンの社員が集まった人々にヌーン・レイガンに対するジャーディン・マセソン側の背景を説明するリーフレットを配る。ヌーン・レイガンはノエル・カワードのユーモラスな歌マッド・ドッグス・アンド・イングリッシュ面で言及されたことでも有名である。ありがとうございます。